ねえマリサ、ついさっき、チェチェン共和国の反ロシア派義勇兵の人が、チェチェンで戦闘作戦の準備を始めたと述べた。ロシアの拠点に関する情報収集を行っているとかいう内容のツイートを見かけて、胸がざわざわしてるんだけど。チェチェン共和国って、確かロシア国内にある共和国だったわよね。チェチェン共和国は北カフカース地方の北東部に位置するロシア連邦内にある国の一つだな。そんな緊張状態が高まってそうな地域で戦闘作戦の準備って、まさか内乱勃発の可能性もあるのかしら。チェチェン共和国って、基本新プーチン路線貫いてませんでしたっけ？カディロフチだっけ？さて、どうだろうな。ただ、新たな動きがチェチェン国内で発生したことは事実のようだ。チェチェン共和国の現トップとして知られるカディロフ首長は、プーチンの犬なんて呼ばれている人物で、プーチンの指示の下で、チェチェン共和国内の反ロシア組織の抵抗運動を弾圧しているんだぜ。ふーむ、現在の国のトップがロシア側にべったりってことは、反乱の可能性は低いのかしら。そこもまた難しいところだ。ただ、なんといっても反ロシア組織の抵抗運動も根強いからな。1991年のソ連崩壊から、チェチェンでは何度も独立を求める紛争が起きており、未だ反政府組織による活動は健在なんだぜ。今回のウクライナ侵攻の折に、チェチェン国内の反政府組織は義勇兵としてウクライナ側に参戦したわけだが、新たにチェチェン国内でも反乱の火種がくすぶっていると言える。はい。現トップのケツ持ちであるロシアがウクライナとの戦いで消耗している今を良い機会だと捉えて、反乱を起こすなんてことも十分ありえそうね。今回のウクライナ侵攻、ロシア連邦の内側にある独立勢力の動向もなかなか興味深いですわ。ということで今回は、チェチェン共和国で反乱勃発か？と題し、チェチェン共和国という国の歴史と、直近の反対運動について解説していくぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいぜ。気になった点や質問等あれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。明日を生きる活力になっています。それでは皆様、ゆっくりしていってね。まずは、チェチェン共和国がどのような国なのかについて見ていこう。前述した通り、チェチェンはロシア連邦内に存在する、1991年に設立された国だ。ジョージアに隣接しており、ほとんどのチェチェン人はイスラム教を信仰しているぜ。しかし国とは言っても独立はしていない。ロシア連邦憲法では、ロシア連邦を構成するうちの一つということになっている。そのため現状はロシアの一部であり、ロシア国内からの入出国手続きなどは存在しないぜ。はい、なんか不思議な感じね。ロシアがいい国だったら嬉しいんでしょうけどね。でも、ロシア連邦内の国の一つではあるから、自治権はあるってことなのよね。まあそうだな。基本的にロシアの方針に従っていれば、共和国内での自治権の幅は大きい。それこそ今ロシアが行っているウクライナ侵攻では、ウクライナ東部のウクライナ領土を、ルガンスク人民共和国や、ドネツク人民共和国としてロシアに編入しようとしている。ロシアとしては、このあたりもチェチェン共和国と同じ扱いにしたいんじゃないかと思うぜ。クリミアもクリミア共和国、だっけ？そんな感じで編入を画策してたわよね。1991年ソ連崩壊後、チェチェンの地域ではロシアへの残留を主張する新ロシア派のチェチェン人勢力と、チェチェンの独立を求める武装勢力との間で対立が相次いだぜ。この結果、1994年12月にロシアの初代大統領ボリス・エリツィンは、チェチェンの独立を阻止すべく、4万人の軍勢を派遣して武装勢力の排除を行った。これは第一次チェチェン紛争と呼ばれているぜ。ソ連崩壊後、同じカフカース地方の、ジョージアやアルメニア、アゼルバイジャンが独立できたのとは対照的ね。第一次チェチェン紛争は独立派のゲリラ戦法で泥沼化したが、3ヶ月という期間でロシア軍がチェチェンの首都であるグロズヌイを陥落させたことで、事実上、ロシア軍の勝利に終わり、停戦に至っている。ふむん。さすがにソ連崩壊後の経済低迷期のロシアとはいえ、まだまだ小国には負けないってことね。ところが、紛争が終わった後も国内でのチェチェン独立派の主張は根強く、1999年8月7日には、カフカース県における大イスラム教国建設を掲げるチェチェン独立の強硬派が、突如停戦を破って攻撃を開始したぜ。この騒動を鎮圧すべく、当時ロシア首相であったプーチンは、ロシア軍を再度チェチェンに送り込んだ。これが第二次チェチェン紛争だぜ。ほうほう、ここでプーチンが出てくるのね。この戦いでプーチンは国民から強いリーダーというイメージを高め、支持を獲得した。記者会見で言い放ったテロリストはどこまでも追跡する。便所にいてもぶち殺す、という発言が話題になったのもこの頃だな。ひえ、
プーチンさん、この頃から好戦的だったんすね。やっぱ秘密警察出身はだてじゃねえっすわ。ロシアに対するテロ行為は断固として許しませんよと。ロシアは国土も広いし、民族が多くて大変そうですよ。戦いの結果、2000年に再びロシア軍は、チェチェン首都のグロズヌイを制圧することに成功し、勝利したぜ。この時、プーチンがチェチェン共和国の指導者として擁立したのが、現首長であるカディロフ首長の父親、アフマド・カディロフだ。親子揃って長いことプーチンにべったりなんすね。これは汚職の予感。ああ。とはいえアフマドは以前からプーチンにすり寄っていたわけではなく、実はもともとチェチェン独立派の指導者であり、第一次チェチェン紛争の際には武装組織を率いてロシア軍と戦っていたんだぜ。え、そうだったの？じゃあなんでロシア側についたんや。チェチェンの国内情勢が彼の意見を変えたんだ。第一次チェチェン紛争の停戦後も、チェチェン国内の争いは続いており、派閥は乱立し、チェチェン国内は疲弊していた。第一次チェチェン紛争の時にチェチェン国外からイスラム義勇兵が集まっていたんだが、イスラム義勇兵の多くは、特にワッハーブ派を信仰していた。ワッハーブ派はイスラム教の中でも原理主義的と呼ばれるもので、チェチェン人の多数が信仰する宗教とは折り合いが悪かったんだぜ。ちなみに、アメリカ同時多発テロの首謀者として知られるウサーマ・ビン・ラーディンも、もともとワッハーブ派に属する信徒であったとされている。国際テロ組織アルカイダを創設したあのビン・ラーディンも信奉してたんすか？それだけ聞くと実態はよくわかんないけど、ヤバそうな集団であることが想像できますわ。そんなワッハーブ派は、チェチェン独立派のアフマドにとってロシア以上に厄介な存在だったのね。そうなんだぜ。チェチェン人のイスラム文化を代表するアフマドは、イスラム義勇兵と結びつく独立を主張する人々の中でも、特に強硬派に危機感を抱くようになった。そこで、プーチンと手を組むことに決めたんだぜ。ロシア以上に国内のイスラム組織がヤバかった。基本的にアフマドはロシアとの対立解消を目指しながら、穏健にチェチェンを守ろうという考えだったようだが、イスラム強硬派は交渉による共存なんて、求めてはいなかった。いやー、こう考えるとアフマドの立場は非常に悩ましいですよ。アフマドは結局チェチェン国内の政治闘争に敗れた。こうしてアフマドはロシア軍の後ろ盾を得ることにし、プーチンもそれに協力することにした。アフマドがロシアを頼ってきたのは大いなる好機だしな。プーチンはロシアの軍勢を送ってチェチェンを制圧し、チェチェンの指導者にアフマドを据えることにした。お互いの関係的には、ウィンウィンってことなんですかね。そうして第二次チェチェン紛争の後にアフマドが大統領となったわけだが、その後もチェチェンの独立運動は続いた。内戦が尽きることはなかった。そして2004年5月9日、アフマド大統領はグロズヌイの競技場で、対独戦勝利を祝う戦勝記念式典に、政府や軍の高官らと出席していたところ、競技場に設置されていた爆弾によって特等観覧席が吹き飛ばされてなくなってしまう。即死だったようだ。あらまあ、やっぱりやったのは独立派なのかしら？もちろんそうだ。同じ特等観覧席に座っていた他の30名以上の要人も死亡しており、これは独立派によるテロだと考えられているぜ。その後の2007年、大統領の座に就いたのが、アフマドの次男である現首長のラムザン・カディロフだ。はい、その頃から今のカディロフ首長なんだ。にしても、ソ連崩壊後からずっと闘争は続いてるのね。平和なんてまだまだ先の話だったんか。現首長のラムザン・カディロフはプーチンの忠犬としても名が通っているように、父親の後ろ盾になったプーチンを引き続き、全面的に支持してチェチェン内での立場を強めている。今回のウクライナ侵攻で最前線の部隊として投入されたことでも知られる残虐部隊カディロフチは、ロシア連邦チェチェン共和国を事実上統治する準軍事組織、犯罪組織で、カディロフの私兵組織だ。ウクライナの人々は、今回のウクライナ侵攻で攻めてきたロシア軍の中で、カディロフチが最も残忍だと口を揃えてなんて話もあったもんね。そのようだな。今回のウクライナ侵攻やチェチェン国内のみならず、カディロフチは2014年のウクライナ東部紛争やシリア内戦などでも悪名高いぜ。他にも、ロシアの元スパイの暗殺事件、プーチンを批判した女性ジャーナリストの銃殺事件など、闇が深そうな事件の暗殺を実行した部隊としても名が挙げられている。強盗、殺人、誘拐、身代金請求まで、悪いことは何でもやる集団というわけだな。チェチェンという国内の不安定さがそうさせたのかもしんないけど、許せん話ですよほんと。汚れ仕事担当で残虐性は折り紙付きね。ロシア反対派を取り締まるための道具としては便利そうだわ。ただし、こうしたカディロフ首長に対して、国内ではもちろん反発の声も大きい。そらそうよ。自分の国の主張がよその国のためにこんなことをやってるとか嫌すぎー。お次は、そんなチェチェン国内でカディロフに反発している反対勢力について掘り下げていこう。
前述したような長年にわたる独裁者カディロフ首長の横暴や宗派による対立もあって、チェチェン独立派の動きは相変わらず激しいぜ。特に今回のウクライナ侵攻の折にも、ウクライナに侵攻するロシアとの戦いに加わることを望み、ウクライナに義勇兵として加わった部隊が少なくとも二つある。それはジョハル・ブダエフ大隊と、シェイク・マンスール大隊だ。ジョハル・ブダエフ大隊は2014年にデンマークで組織された部隊であり、デンマークに移住した反政府派のチェチェン人によって主導された部隊だぜ。今回の戦争においてもウクライナの防衛に参加し、カディロフ機と戦っている。チェチェン人同士で戦ってるんか。めっちゃ不安定な地域なんやな。まあそうなるな。ロシアの中堅と独立派での同胞の争いだ。もう一つの反政府部隊であるシェイク・マンスール大隊も、他国に亡命したチェチェン人によって主導され、構成された部隊だぜ。今回のウクライナ侵攻では、キーウ防衛などでその活躍が確認されているな。冒頭でも触れたツイートの通り、シェイク・マンスール大隊は今回、チェチェン共和国の一系人がチェチェンでの戦闘作戦の準備を始めたと述べており、現在はロシアの拠点に関する情報収集が集中的に行われているようだ。ふむ。ウクライナとロシアだけじゃない別の勢力が、それぞれの思惑で今回の侵攻に絡んでるとわかると、見え方がまた違ってくるわね。めっちゃややこしくなりそう。これから内戦に入って現在のチェチェンが勢いを失えば、チェチェン国内の反ロシア派の勢いが活気づく可能性が高まってくる。ロシア国内の経済が低迷し、治安が悪くなったりすれば、チェチェンなどの内戦の火薬庫が、もしかしたら爆発するかもしれないな。あちこちに敵を作りすぎた報い、ってことなのかしらね。チェチェン共和国内の反政府組織たちの一部は、同領土チェチェンとは別に、チェチェン・イチケリア共和国と称している。これは同じ領土を示してはいるが、現時点ではチェチェン・イチケリア共和国側は政府としての実態を保てていない。同国の大統領を名乗っていた歴代指導者は、全員がロシアによって殺害されているんだ。ロシアもかなり本気ね。指導者になったらロシアに殺される率 100% って、正直チェチェンってただの小国に思えるけど、何がロシアをここまで駆り立てるのかしら。チェチェンのある北カフカース地方は、バクー油田があるカスピ海へのアクセスに関わる要所だからな。チェチェンの独立を認めてしまうと、隣のダゲスタン共和国やイングーシ共和国もロシア連邦からの独立の機運が高まりかねないんだぜ。なるほど、油田ね。人類っていつも石油のために争ってるわねー。かつての日本も石油に悩まされたしな。さて、チェチェン・イチケリア共和国に話を戻して、国内の大統領がロシアに殺されている一方で、未だチェチェンの反政府組織を国外から援助する者もいる。チェチェン亡命政府大統領である、アフメド・ザカエフは最たる有力者の一人だな。亡命政府、先ほど政府としての実態を保てていない、チェチェン・イチケリア共和国の指導者だな。彼は2003年からイギリスに亡命し、チェチェン独立のための政治活動を続けている。彼は欧州にいる30万人ものチェチェン人たちの支持を集めながら、国外からチェチェン独立の機会を狙っているようだ。もう20年近く独立運動してんの。熱意すごすぎん。ちなみにウクライナとは協力関係にあるようだ。今回のウクライナ侵攻の際にも、義勇兵を送り込んでおり、ウクライナもイチケリア共和国の独立を認める方針のようだ。ロシアによるウクライナ侵攻が発生し、国内のカディロフ機部隊が国外に出向き、チェチェン情勢が悪化すれば、彼ら国外の独立派にとっては絶好のチャンスでもある。ロシアから独立するなら欧米諸国からの支援と制裁や、ウクライナの尽力によって弱りまくってる今が好機と、チェチェン国内の反乱の火種には、もうすでに火がついているのかもしれないな。といったところで今回の解説は以上だ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事、歴史に関する動画を上げているので、興味がある方は他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。